Video Diary January the 2nd, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan Video 日誌2023年1月2日林博史です。おはようございます。昨日一昨日ですね、谷村新司さんのスバルについての動画を何本か上げさせていただきました。で、私の経験と谷村新司さんのですね経験の類似点はですね、よということになります。よです。まあ、それについては以前一度話したことがありますが、まあ、今日改めてもう一度皆さんに話させていただきたいと思います。2016年の11月28日、それ以前のですね、2回の大豪雨事件に続いてですね、2016年の11月28日、私の方がですね、その日を待っていたわけですけども、その時に私はですね、カイン・ザ・クライストの自画像と私が判断した、まさに写真から起こされた絵ということになるわけですけども、アンドレア・デル・ベロッキオの描いた、セント・ジェロームと題された絵をですね、写真に撮って、まあ、写真といいますか、それを写真にしてですね、風呂場の窓ガラスに貼っておきました。その山の家の風呂場のガラ、窓ガラスです。山の家の風呂はですね、南向きにあります。それで、まあ、その風呂場の窓ガラスに貼ったというか、額縁に入れてですね、それを立てかけておきました。でその下にですね、2016年11月28日、お待ちしてますというような Welcome Home というその文言を書いて、まあその額縁に入れてですね、そこに置いておいたわけです。そのまあその私はもうその時に2016年の11月28日ということをどういうわけだか確信していましたのでね、でそういうふうに書いて風呂場の窓の中にですね立てておいたわけです。でその日にこうしてという形でですね、2016年の11月28日今行くよう事件が起きたわけです。で私とワイフがですね、今のこたつの中に座ってうとうととしていたと思いますね。目を閉じていましたから、その時に、ガガーンとね、もうその頭を割るような大きな声でですね、今行くよって聞こえたわけです。でその声に呼び出されて北側の、庭に出てみましたらね、全体で20歩、今から飛び出して20歩ですね、数えました。もう歩いていない時にですね、時計と反対回りに頭を上げながら頭上を見上げましたらですね、まあ、漆黒の V 字型の UFO がそこにホバリングしていたわけです。それが2016年の11月28日の今行くよ事件なんですよね。まあ、それはそれなんですけども、もちろんその事件についての、まあ、いわゆる写真などのですね物的証拠は全くありません。がしかし事実は事実なんですね。でそれはそれなんですけども、その後ですね、あとですよね、1、2年経っていたと思いますね。ある方からですね、谷村新司さんがですね、さらばすばるよというその曲を作詞作曲なさるときにですね、まあ、天の啓示を受けたというような話を、教えてくださった、その方が教えてくださったもんですからね、その記事を読ませていただきました。でそれはですね、今プリントアウトしていましたけども、こういうことなんですね。さらばすばるよに関してですね、谷村新司の不思議すぎる話という、まあ、その本へとつながっていったわけです。でそのこととですね、そのどうして私の今行くよ事件とですね、谷村新司さんのその不思議すぎる話と谷村新司の不思議する話と結びつくかということなんですけども、要するに谷村新司さんが、その本の中でね暴露なさっておられますようにですね、あの名曲「さらばすばるよ」はですね、つまり神の神といってもプレデセージンの啓示を受けて作詞作曲なさったものだということを告白なさっておられるわけです。それについてですね、
まあ、例によって例のごとくですね、いわゆる知ったかぶりのね、そのにわか評論家、知ったかぶりのにわかね、まあ、研究者たちの意見によればですね、あのスバルの、さらばスバルよというその曲はですね、石川啄木のその影響を強く受けているということをですね、言いながらですね、そして言外にですね、つまりはまあそれを参考にして、まあはっきり言えば、盗作作品であるというようなことを言うわけですよね。まあそういうのはよく私の世界でもありますけどもね、とにかくちょこちょこっとかじってですね、でちょこちょこっと類似点を見つけてですね、そしてそれでもってそのまあ何て言いますか、ケチつけをするというやり方はですね、まあその知ったかぶりのなんとかっていう人はよくやる手法なんですよね。まあ、一発の専門家になったようなつもりでですね、まあ、その例えばテレビにちょこっと出ただけでね、もうすぐに専門家ぶってしまうっていう人は多いわけですけども、そういったその手法でですね、批判なさっている方も多いです。しかし私は谷村新司さんのですね、あのさらばすばるよという曲がですね、天の啓示を受けて作られた曲だということは、ことをですね、あの疑いもないというレベルで信用し確信しています。その理由の第一がですね、その言葉にあるわけです。私は2016年の11月28日に声をかけて呼び出されて、そしてその場で出たところでですね、漆黒の V 字型の UFO を見せてもらいました。それはこの世のものとも思えないというのは、この世のものじゃないんですけどもね、あの美しかったです。その黒が美しいというのは、まあ、思ったのはあの時初めてですね。黒ですからね、まあ、その 色と言っていいのかどうかってことですけどもね、 色としての黒としてもですね、まあ、あれほど美しい黒を見たことありません。というのは全ての色を吸い込むようなね、静かで落ち着いた黒だったんですね。そしてその縁取りがね、その後からそれ分かったんですけども、コバルトブルーですね、銀色じゃないです。あの優しい青緑っぽいね、薄いライン取り、ライニングって英語じゃライニングって言うんですけどもね、縁取りがしてありました。ライニングがしてありました。でその時に私に上の方がですね、声をかけてくださった言葉がですね、今行くよーなんですね。このよーなんですよ。すごく優しい響きがあるんですね。それはあの翌年の2017年の2月に入ってからですね、つまりそのどうしてそういうことをですね、上の方が私におっしゃってくださったかということが、初めてその時に意味分かったんですけども、私はそれまではですね、お待ちしてますという意味でね、 Welcome home と書いたんですけども、 Welcome home という言葉をですね、別の読み方をするとですね、つまりはその日時においでくださいというふうにも取れるわけです。まあ、例えば結婚式のね、案内状なんかに Welcome っていうふうに書くときには、その時刻においでくださいという意味になるわけですね。それは私が考えていた言葉じゃなかったもんですからね、まあ、それはそれなんですけども、翌年の2月入ってからですね、それに気がついたときにはボロボロと涙が出ましたね。というのはですね、あの朝2016年の11月28日はですね、私は午前4時半と書いたんです。それに対して実際に来てくださったのは6時10分か15分前だったんですね。ですから上の方の気持ちでその、まあ、その私の書いたそのメッセージを読むとですね、つまりは上の方の気持ちはこうであったわけです。約束の時間には遅れたけれども、これから行きますよという、だから待っててねという感じでの意味でね、つまり今行くよというふうにおっしゃってくださったというふうに今は理解してます。それがですね、2017年の2月入ってから分かったわけです。でその時にそれが分かった時にはですね、大粒の熱い涙がですね、顔面にブラーッと出ましたね。嬉しくてね、なんだそうだったのか、それで今行くよというね、どこか場違いな、どこかね、まあ、はっきり言えばトンチンカンなね、言葉をかけてくださったんだなっていうのを思ってたんですけども、そうではなくて、上の方の気持ちで言うならばですね、繰り返しになりますけども、約束の時刻には遅れたけれども、これから行くよということに、まあ、おっしゃってくださったんだなというふうに私は思いました。がそれについてですね、まあ、いろんな方から多かったですよ。つまりは先ほど言いました知ったかぶりのね、にわか専門家、知ったかぶりのという方たちからですね、写真の一枚もないのにね、そういうことを言うということはあなたは頭がおかしいということを、まあ、書いてきた人、あるいは悔しかったら写真の一枚でも見せてみろというような辛辣な言葉もありましたね。
まあ、そういう形で私を攻撃なさった方もいらっしゃるわけです。まあ、その知ったかぶりのなんとかという人はですね、多いですからね、それからもう今に至るまで何度も何度もそういういわゆる荒探し的なね、いわゆるコメントというのは今でも届いています。まあ、そういう人たちは無視すればいいわけです。で、それからですね、つまり私はですね、谷村新司さんの、つまり谷村新司さんのですね、さらばすばるよというあの曲がですね、上の方の、まあ、その、天の啓示によって作られたものだということを確信しましたというのはですね、その、まあ、その内容です。内容もともかくとしてですね、いわゆる世がつながったということです。今行くよですよね。いいですか。それから谷村新司さんの曲もさらばすばるよなんですね。はい、それで私はあ、それがその神の言葉なんだなというふうに理解しましたのでね、私のケース事件については私自身は疑う必要はないわけですからね、距離感ゼロですから、私自身に身に起きたことですからね、ですからどんなね辛辣なコメントが届いてもですよ、気にはしませんでしたけども、まあやっぱりね、その自分自身もそれを発表する前まではですね、まあ、谷村新司さんも同じ気持ちだったろうと思うんですけども、そんなことをまともに言えばですね、この世界では疑われるのが当たり前なんですよ。と同時に、失うものはあってもですね、得るものは何もないんですよね。失うものということは結局は信用をなくす、頭がおかしいと思われるってことなんですよね。そういう意味において、信用、自分の信用をですね、いわゆるまあ、ドブに捨てるようなことを言うということはですね、それは言わないんですよね、言えないんですよね。事実ワイフもですね、いつも言ってましたね、その当時はですよ、あなたね、自分に起きたことね、人に話しちゃダメだよ、話さないでねということは言ってましたね。というのはワイフはですね、ある意味で、まあ、第三者的なね、客観的な目で見て聞いて、そういった判断していたんですと思います。私それもよくわかるんですよ。それ分かってました。というのはそれ以前の私はですね、まあ、今のね霊障主義者あるいは会議主義者の人たちと同じ視点を私はしっかりと持ってましたからね。ですから私の内部の中に今もありますけども2人の自分がいるわけですよね。1人は2016年の9月以前あの第5事件の時までにいた私のですね、まあガチガチの合理主義者でね、何でも理詰めで考えてですね、そしてその何て言いますか、それに合わないものを否定していくという、まあそういう自分が消えたわけじゃないんですよ。同居してるんですよ。と同時にそれ以後ね、そうした経験をさせていただきながらですね、自分の中でひっくり返ったような自分もそこにいるわけです。ですから私自身が見たときにはですね、その2人の自分っていうのはやっぱり今でも同居してますね。ですからそういうふうに私をね批判なさる方を私は決して逆にね否定はしません。そうだろうな、そういうふうに思われても当然だろうな、まあ、頭が変おかしい変だね、それこそ精神病院行けばですね、相談に行けば即検査入院させられてもおかしくないような立場なんだなということは今も分かります。で2016年の当時も分かりました。ですからあまりそういう話はですね人に話さなかったんですけども、ともかくもある時からですね、やっぱりあったことはあったんだからということで勇気を出して、まあ、自分のねビデオ代理人などでそれをまあ少しずつ公表するようになったわけですけども、その後ですね、まあ、そういう方たちからですね、まあ、いろんなね辛辣な言葉が投げかけられましたね。がしかし私は谷村新司さんの言葉を、まあ、いわゆるそのこの不思議過ぎる話の本の内容はですね、全く疑わなかった。疑う必要もないわけですね。というのは今先ほど言いましたように、ようで一致したわけです。今行くよという言葉と、それからさらばすばるよという言葉が一致したということからですね、私にとってはあ、もうそれはすぐ分かったですね。あ、そうだったんだ。谷村新司さんは真実を告白してるんだということなんですね。まあ、それについて先ほどちょっと紹介しましたようにね、やはり私と同じようにね、知ったかぶりのね、にわか今度はね、評論家の人たちがですね、石川啄木、まあ、谷村新司さん自身もね、その石川啄木の本のことをその中で書いていらっしゃるもんですからね、それを引っ張って、その、なんて言いますか、影響を受けてるって言いながら、中身をよく読むとですね、つまりはその盗作に近いんだということを言っておられますね。あるいはあのスバルに、さらスバルように関して言えば、中国のね、なんとか、それに似たような詩があると、書き方が似てるということで、中国のね、詩からの、詩編からのね、いわゆる東洋
説っていうのも実際ありましたね。それはどこ私の記憶のどこかに残ってますけども、しかし世でつながった時にですね私のそうした疑惑っていうのは全て吹き飛んだということになります。で、今日ここからが私の皆さんのお伝えしたいことですけども、あのさらばすばるよという曲はですね、誠にもって不思議な曲であることは事実なんですね。まあ、それについてですね、本の一部をですね、読ませていただきますとね、こう書いてあります。突然頭の中で声が聞こえてきました。はい、日本語でこれからダイレクトですよと言われたのです。プレアデス星団からの問いかけは性別や国籍を超えたフラットなトーン、私の頭の中で鳴り響くだけで、もし隣に座っていたとしても私以外の人には聞き取れません。問いかけに対する私の返答も言葉を声に出すこともなくことなく頭の中で行っていますと。まあ、そのこういうことなんですね。私の頭の中で鳴り響くだけ、そうなんですよ。今行くよーって言われた時、横に座ってたワイフは何も聞こえませんでしたからね。それから私以外の人には聞き取れませんと。で、問いかけに対する私への今度は答えもですね、問いかけに対してその、まあ、上の方からの返答もですね、言葉を声に出すこともなく、これは主語はちょっと書いてありませんので、どちらかというと分かりませんけども、私の中の頭の中で行っています、頭の中で行ったということです。つまり、まあ後で言う、まあ、テレパシーということになるわけですけどもね。しかし私はその時、今行くよと言われたその瞬間、それがテレパシーであったかどうかということは知りませんでしたね。後になってああいうのをテレパシーと言うんだなということが分かったという程度の話なんですね。その後のことも読んでみますね。私がまず彼らに尋ねたのは、上の人に尋ねたのはですね、なぜ自分に声をかけてくれたのかということ、そしてそれに対して彼らは、上の方ですよね、私たちのヒントも頼りしながら、半ば自力で正しい場所までたどり着いたから、あとは直接導きたいと思ったのだと答えてくれました。寝食を忘れ、私の猛勉強を密かに見ていてくれたのです。それから彼らは私の問いに何でも答えてくれるようになりましたという部分なんですね。ちょっとあの主語はね、あのない部分がありますから、補いながらですね、もう一つの部分をですね、丁寧に読んでみます。私たちのヒントも上の方は頼りにしながらと言ったらいいのかな、括弧してね、半ば自力でかなり正しい場所まで着いたからと、つまり谷村新司さんがですね、半ば自力でかなり正しい場所までたどり着いたから、上の方がですね、あとは直接谷村新司さんを導きたいと思ったのだと答えてくれたというんです。つまりね、谷村新司さんがですね、どうして私をですね、声をかけてくれたのかってことを聞いたときにですね、まあ、上の方がですね、私たちのヒントも頼りにしながらということは、私があなたに与えたね、谷村新司さんに与えたヒントも頼りにしながら、そして谷村新司さんがですね、半ば自力でかなり正しい場所までたどり着いたと。で、それを見ていたから、あとは、まあ、上の方がですね、谷村新司さんを直接導きたいと思ったから、つまり谷村新司さんに、つまりは話しかけてきたというふうに解釈できるわけです。ということなんですね。解釈というのもそうだったんですね。で、これはですね、私の場合は谷村新司さんと違ってですね、上の方に対する問いかけっていうのはしませんでした。ただ2017年の終わり頃ですね、もう頻繁にそういう、まあ、とにかくこの世のものとは思われないような事件が頻繁に続くようになったもんですからね、私は逆にね、ある夕方だったと思いますね、夜だったと思いますね、ちょっと日常、時刻を忘れたんですけども、ある時ね、まあ、今ならこんな失礼なことはとても言えませんけどもね、当時まだ生意気盛りでね、次々と謎が解けていたという、まあ、
驚きと感動の連続の日々でしたからね。ですからその上の方に向かってこういったのを覚えてます。しっかり真剣に言いましたね。もう私のことはほっといてください、謎は私は自分で解きますから、どうかもう私のことは構わないでほっといてくださいってことを言ってしまったんですね。その時少し境に瞬間、その直後からですね、つまりその私の起きていた、まあとにかく不思議ないろんな現象が起きたんですけど、それはピタリと言いますか、パタッとやみましたね。でそれ以来、まあ、いろんなことがあったんですけども、すべて私の周辺で起きているわけです。で2018年に入る頃にはですね、勉強会の方でもそういうことが起きるようになったんですよね。しかし私は一切見ていません。私の勉強会においてくださった方がですね、見て、私すべてそうした事件はですね、私の背中側で起きたということがそれから続くようになったわけです。まあ、それはある意味でね、逆に寂しく思うようになったわけですけどもね。でその後なんですね、その問いかけに対してね、あの曲はあなたが書いて曲でしょうとしか答えてくれませんと、はい、どうやら彼らは上の方はですね、あの曲を書いたあなたには世界の悩める人々に新しい考え方や視点を持つために気づきを与えるきっかけを作る使命がありますよと励ましてくれているらしいのですと。この励ますという部分、やっぱりこう自分の経験をね、今振り返ってみて、2016年の大豪雨事件から自分の、まあ、身に降りかかったというかね、私身の、まあ、こんなことがね起きるなんては今その当時は思って、今自分に起こるなんてことは思ってませんでしたけども、振り返って今ねこの瞬間から過去を見るとですね、その都度本当に励まされましたね。それは事実です。もうね、こんなバカ臭いことできるかと思ったことは何度も何度もあるんですよ。しかしその都度ね、まあ、いろんなことを見せていただいたり、まあ、いろんな現象をね示してサインをいただいたりしてですね、私はその都度結果的に励まされたってことに気がつきました。ある時ね、ワイフがそう言ったんですよ。なんでこんなこと起きるのかなって言った時、ワイフに言った時にですね、あなたね、きっと上の方がねあなたを励ましに来てくれてるのよっていうふうに言ってくれた時にね、まあ、ワイフはいつも第三者的な目でそういうふうに言ってくれるわけですけども、やはりその時もやはりそうだったんだなと言って、やはり大粒の涙がですねポロポロと出ましたね。まあ、励ましてくれたという意味においてはですね、私は谷村新司さんの思いといわゆる共鳴する、共通する、共感するってことになるわけでしょ、ですね。で上の方がですね、あの曲はあなたが書いた曲でしょとしか言ってくれないってわけです。ね、なぜスバルので歌詞の意味についてはですね、まあ、その前の段階でですね、その何でも答えてくれるはずだったプレステージ星人の方だったんだけども、スバルの歌詞の意味についてだけは答えてくれなかったというんです。ここがこれから話したいことなんですけどもね、谷村新司さんがですね、あのスバルのその歌詞はどういう意味なんですかということを上の方に問いかけられたというんです。それに対してですね、上の方がですね、あの曲はあなたが書いた曲でしょとしか答えてくれなかったというんです。私はあの残念ながらと言いますかね、今のところそういうふうに言葉としての対話というのは経験していません。あの思いというのは経験しています。でその問いに対してね、この歌詞の意味は何ですかということに対してね、つまりあの曲を書いたあなたは世界の悩める人々に新しい考え方や視点を持つために気づきを与えるきっかけ作りをする使命がありますよと。つまりあの曲の歌詞にはですね、みんなにそういったその使命をですね、気づかせるという意味があるのですよというふうに上の方がですね、谷村新司さんに答えたというのです。はい。それから私スバルをめぐる私の旅が始まりましたということはですね、つまりはこの文をそのまま解釈するとですね、谷村新司さんもですね、あの曲のいわゆる歌詞の意味がわからないでいたわけですよね。そういうことですよね。で何度もどういう意味ですかって聞いたら、まあ、何度もというのは私の今の挿入ですけども、聞いたらですね、あの曲はあなたが自分で書いたもんでしょっていうふうに言われたというわけです。でその曲はですね、これから世の中でね、多くの人がより気づいてくると、その助けになるというわけですね。でもうちょっと次のところも読んでみたいと思います。そのさらばスバルよの意味について次のように述べていると、
もしもスバルが財の星、いわゆる財産の星だとしたら、現代風に言うなら、それはまさしく物質文明のシンボルで、シンボル丸。そのスバルにさらばと告げるのは、物質文明にさよならを告げるという意味に他ならないのですと。まあこれは谷村新司さんの解釈によるものなんですけども、スバルの星がですね、つまりは、財の星、まあそのように言われているわけですね。いわゆる財産の星だと。もうそういうことであるならば、さらばスバルよというのはですね、財、いわゆる物欲、物質文明に別れをつけなさいよという意味に解釈できるという意味においてですね、谷村新司さんはですね、物質文明にさよならを告げようという意味に他ならないのですというふうに、まあ、解釈なさって、そのように本の中で書いていらっしゃるわけです。で続いてですね、まあ、新しい精神的な、まあ、いわゆる物質的な豊かさの世界に別れを告げですね、精神的な豊かさを追い求める新しい時代を迎えようという悟りを開くということに至ったというわけです。そしてその後ですね、物質的な豊かさを追求しようとするとキリがありません。このキリもね、私に時々よく使う言葉なんですけども、ね、私の動画見られた方は、林博士はね、谷村新司の影響を強く受けているなんてね、勝手な解釈する人も出てくるかもしれませんけども、全く知りませんでした。でその後ですね、際限のない追求に明け暮れているうちに、やがて物欲に支配されるようになり、目に見えるお金や物のみに執着するようになりますと。そんな時代にきっぱりとさよならを告げようと、今後は目に見えないものを見て、お金や物といった物質にとらわれることなく、精神的な豊かさを追い求める新しい時代を作っていこう。それこそが、さらばスバルよというフレーズに込められた本当の意味ではないのか。私はそう気づかされたのです。と、谷村新司さんは結んでおられます。まあ、富士山の頂点に登るためにはですね、いろんなルートがあるわけですね。同じように、まあ、その頂点に行くにはいろんなルートがありますけども、まあ、谷村新司さんのルートと私のルートは違ってはいますけども、結局は行き着くところはですね、物質文明、いわゆる物欲に対する警戒といいますかね、それにとらわれて物欲の奴隷となって自分を見失うということに対する警戒というものをですね、まあ、その警戒しなさいよということをですね、谷村新司さんは谷村新司さんのルートを通って道を登ってですね、そしてそれを上の方に教えてもらったということでしょうかね。私はその例えばね、そういうことはなかったという意味においてですね、つまりそのスバルがですね、財の星であるということからですね、まあ、その財産物欲に、まあ、決別しなさいよというのは解釈しませんでした。私がスバルについてね、まあ、その私なりの解釈をしたのはですね、やはりジョルジョ・バザーリのあの絵ということになるわけです。まあ、あの絵の中にですね、いわゆるバホメットですよね、いわゆるマルドックが描かれてですね、そしてその背後に、いわゆる三階星団のスバルが描かれていた、あの絵がやはり一つの謎を解くヒントになったわけですけども、つまりマルドックを助けていたですね、スバル星団、いわゆるプレレス星団から来てた、まあ、上の方がですね、つまりはいたということですね。そのいわゆるマルドックの背後にはプレレス星人がいたと。そしてその前、そのマルドックの反対側にはイナンナ・マリアがいて、そのイナンナ・マリアの右側の背後にはエンディル、もしくはネルガルかもしれませんけどもね、がいたということをですね、まあ、あのジョルジョ・バザールの絵が示しているわけですけども、そのことからですね、私はスバル星団というのは、いわゆるまあそのマルドック、すなわちまあ人間、今この人間の世界においてですね、人間を指導し、まあ、いわゆるまあ指導という言葉の方がいいですね。支配という言葉よりも指導しているマルドック、カイン・ザ・クライスト、そして火星人イギギの、まあ、その中の地球の支配者である、まあ、そのマルドックがですね、つまりはプラデス星人に立ちによってですね、まあ、いろんな意味で助けられていたということが、あのジョルジョ・バザールの絵の中に表現されていると私は解釈したということなんですよね。
というところからですね、まあ、入っていったわけですけども、まあ、その私とそのあたりがですね、しかし、まあ、谷村俊二さんの解釈とは違うところからもしませんけども、しかし行き着くところはやっぱり人間の心のいわゆる、まあ、もう一度ね、閉ざる取り戻さないと、本当に人間の心というのはどん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 蝕まれてしまってですね、そして、まあ、どこ行くかわからないような状態になってしまうという意味においてね、それを引き戻してますかね、もう一度、まあ、原点に回帰するという意味においてね、まあ、その考え直すべき時だということは、まあ、それは私なりのやり方でね、皆さんにお伝えしてきました。そこで私はですね、さらばすばるよという曲をね、どのように解釈しているかというとですね、つまりは谷村新司さんは物欲世界からの決別を意味しているんだというふうに捉えましたけどもね、私はもっともっと素直にあのすばるの曲をですね、歌詞をですね、読んだらいいのではないのかなと思います。つまりさらばすばるよというのはですね、まさしくその言葉通りだと思うんです。というのはプレイラス星人の方たちに対してですね、さよならスバルの皆さん、さよならプレイラス星人の皆さんというふうに解釈するのがですね、最も素直で私流の解釈ということになるわけです。つまりですね、マルドック、あるいはカイン・ザ・クライス、そして、火星人イギギを助けて、裏から助けていたそのスバル星人の方たちがですね、ごく直近だと思います、最近だと思います、少なくとも1500年以後ですね、現代に至るどこかでですね、そのスバル星人の方たちがですね、つまりこの地球を去っていったということになるわけですね。そしてその様子をですね、つまり、まあ、芸術家であるカイン・キリストがですね、つまりは惜別の詩、惜別の言葉として、あのさらばスバルに表現されている歌詞を考えたんじゃないかと、まあ、お書きになったんじゃないかと考えています。そしてそういう視点でね、あの歌詞をですね、もう一度読み直してみるとですね、つまりはその向こうにですね、今までそれまでね、人間指導についてですね、私たち人間の指導についてですね、力を貸してくださっていたスバル星人の方たちがですね、理由は分かりませんけども、ともかくも何らかの理由でね、この地球を離れることになったと。それに対して、まあ、その惜別の詩ということでですね、カイン・キリストがですね、詩を作った。その詩がですね、つまりは谷村新司さんのあのさらばすばるように、まあ、その代弁されているということではないのかなというふうに思います。またそういう視点でね、今一度、あのさらばすばるようの詩をですね、読み直してみるとですね、そうだったんだなという気持ちが今私たちにひしひしと伝わってきます。今ね、この先ほどそのここで一つ気になるところはですね、これは私たち今ね、真理、善、それから美を探求なさっている皆さんにとっても大きなその励ましになると思いますけども、あの谷村新司さんがね、このように、まあ、その上の方の言葉として書いておられますね。こういうふうにおっしゃって書いておられます。まあ、私が、まあ、谷村新司さんがですね、プレイラスステージの方たちに尋ねたのはね、どうして自分などのような人間にね、声をかけてくれたのかという部分なんです。それはですね、率直に言います、私も常にそれはずっと思ってました。こんなね、ボロボロでどうしようもないね、本当にインチキ臭い、うさん臭いね、若い時なんかもうめちゃくちゃなことばっかりやってた人間がですね、こういう状態になるってことは私も夢にも思ってませんでした。ですからそういうことが私自身もよくわかってますから、どうして私なんかをという私自身に対する、まあ、自問でね、そういうことは今でも感じますね。まあ、それゆえに今ね、まあ、そのこういう形でね、お返しする形で正月も1日からね、まあ、その仕事をする理由というよりも原動力、エネルギー、動機付けになっているわけですけどもね、まあ、そういう形で自問しているわけですけども、どうして私なんかということの言葉はですね、実は私も常日頃感じていることです。でそれに対してですね、谷村新司さんがですね、なぜ自分に声をかけてくれたのかということを上の方に聞かれたそうです。でそれに対して、ね、上の方はですね、私たちのヒントも頼りにしながら、つまり私たち神がですね、あなたに与えているヒントを
あなた谷村新司さんが頼りにしながらですね、半ば自力で自分の力でね、かなり正しい場所までたどり着いたから、つまりね、谷村新司さんがですね、まあ少しはあなたを助けたところがあるけれども、しかしそのほとんどが自力でね、自力で自力で正しいところまでたどり着いたから、あとは私たちがあなた、すなわち神がですね、あなたを直接導きたいと思ったのですと、そのように上の方がですね、谷村新司さんにおっしゃったというんです。それでそれをね、でも谷村新司さんはそういうふうに、まあ、聞いて納得なさったということですね、と答えてくれましたと、そのように答えてくれたということなんです。で、寝食を忘れた私の猛勉強を密かに見ていてくれたのです。まさに私がそうなんですよね。もう寝食忘れても自分の体なんかどうなってもいいってことでね、あの当時2016年のその大豪事件が9月26日に起きましたけども、8月の頃には私ね、両方にね杖を持たないとね道路を歩けないような体になってたんですよ。それは何度も言いましたね。実際そうなんですよ。その坂でもこう左右に傾いている坂がもう歩けなくなりましたからね、バランスが取れなくなってしまったんです。まあ、縦登っていく降りていくという坂は大丈夫だったんですけどもね、今現在の、ね、アスファルトの道路というのは中央が高くて側溝の方がこう下がってますよね。あれ、それがまあひどいところになるとかなり下がっちゃいます。体をバランスを取って歩くということはできなくなってしまいましてね、ですからその両方にね、両杖をつきましてね、歩いていたのが2016年の8月ですよね。で、2016年の10月11月とね、講演会が続いたんですけども、その時に思いましたもんね。もうそれまでに体がどうかなってしまうんじゃないかというふうに思いました。ですから、まあ自分の体がどうなるかわからないというような不安があったわけですけども、まあそういう意味においてはですね、谷村新司さんがここに書いていらっしゃるようにですね、寝食を忘れた私の猛勉強を密かに見ていてくれたんだなという思いは、私の思いとも今一致します。あの頃は私はもう寝食忘れてましたからね、もう朝から晩までもう時間さえあれば書斎にこもって運動なんかもそっちのけでね、もう自分の体どうなってもいいんだっていうのは思いがやっぱりありましたね。あの頃はもう死んでも構わないっていう感じでね、それに没頭してた自分がいて、まあ私の場合はそういうふうに、まあ、上の方から答えていただいたわけじゃないんですけどもね。で、9月26日に第1回目の大宮事件があってね、9月の終わりにそのまあね、病院へ行って、そしてその行きつけのね、かかりつけのお医者さん、その時でも40年ぐらい付き合ってたお医者さんなんですけども、私にこう言いましたね。まあ妻、私のワイフと一緒に行ったんですけども、奥さん、あんたはどうでもいい、旦那さんちょっといらっしゃいって言ってね、診察室の向こうから大きな声で怒鳴られましてね、林さん、あんたこの数字だと明日死んでもおかしくないんだよ、分かってるのって言われましたね。狭心症とかそういう症状は出てないのかねって逆に言われましたね。もうめちゃめちゃな数値でしたね。血糖値、コレステロールね、悪玉コレステロールの値とかね、まあ肝機能もね、まあ、腎機能も良かったのか分かりませんけど、とにかくもうそういう状態だったんですね。で、それからまあいろいろありました。で、今現在はですね、もうピン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 してね、まあ今のところね、かえって50代60代の頃の自分よりも健康な状態を今保ってます。その間に大きな病気もしました。はい、まあ、ということもありまして、まあ、寝食を忘れたという自分がですね、今この谷村新司さんのですね、その本の一部をね、読まさせていただきながらですね、そうだったんだなというふうに思いました。で、この動画の結論ということになります。こんな私のところでもですね、寝食を忘れて、まあ、ある意味でね、いいところまで来たということなんでしょうかね。はい、それゆえにですね、まあ、その直近では5月31日にですね、六条丸奇跡事件というのは起きてですね、この部屋をですね、100回以上と言ったらいいのかな、その小型の UFO がですね、乱舞するという事件が起きました。それはもうバッチリと言いますかね、ビデオカメラに収められましたから、あの2016年の11月28日についてのようなね、辛辣なコメントは今のところ皆無です。いわゆる、まあ、知ったかぶりの方たちによるですね、いわゆる知ったかぶりのにわか専門家による、批評、批判、攻撃というのは今のところ皆無です。あの画像を疑う人がいたら、どうぞ皆さん自身で見ていただいてですね、検証なさってください。はい、ビデオカメラという
動画という物的証拠が残ってますからね。ですからそれはそれなんですけども、逆に考えますとね、まあ多分それがね、上の方の温かい思いやり志だと思うんですけども、まさにグレイスですよね。驚くべきグレイス、アメージンググレイスということになるわけですけども、優しさということになるわけですけども、多分ですよ、これは私の勝手な解釈によるもんですけども、まあ今度はね、ビデオカメラに撮らさせてあげるよと、あなたはいつもね、疑われてひどい目に遭ってるからね、そういうふうに思わ、ひどい目に遭わないように証拠としての動画をね、あなたに撮らせてあげますよという感じのでね、思いやり的なですね、優しさというのは私も感じていますと同時にですね、皆さんもね、いろんな方いらっしゃると思います。つまり寝食を忘れるということはですね、真剣勝負ですよ。今も私は皆さんに真剣に話してますよ。その真剣勝負を試みてですね、そして寝食を忘れて、つまりは皆さん自身もですね、つまり神がその谷村新司さんに与えたヒントも頼りにしながら、半ば自力でかなり正しいところまで着いたから、谷村新司さんがですね、着いたから、だから神がですね、あなたに直接、あなたをですね、つまり谷村新司さんを直接導きたいと思ったのですよ、というふうに、まあ、谷村新司さんに教えてくださったとか、教えられたということですね。私はそういう言葉としては聞いてませんけどもね、しかし振り返ってみるとですね、いろんな場面でもうダメだ、こんなバカなことできるかと言って、まあ本当に落ち込んだ時もありますけども、結果的に見るとね、そういう時に、まあ境目というところと言いますかね、その時にその上の方がですね、私を励ましてくださってということになります。まあそれがですね、2018年の7月から続いた勉強会の開講事件、2020年の4月からね、経路、まあ、の、いわゆるまあ、この部屋で起きたね、そのビデオカメラに収められた事件だけでも6回になりますからね。まあ、他にもいろいろありますけども、まあ、今のこの瞬間の気持ちとしてはですね、まあ、証拠のないことはあまり話さないでいるというのが私の今のスタンスになっています。大変ですからね、証拠のないことを説明するということは本当に疲れるんですよ。ですからまあ今はですね、証拠がないことは言わないようにしているということに意味においてね、決してないわけじゃないんですけどもね、まあそういうふう私がここにいるということはですね、皆さんの中にもですね、なんとか上の方とね、連絡を取りたい、上の方からね、まあ、いわゆるパイプを作りたいというふうに考えていらっしゃる方も多いと思います。まあ、それが目的でやってはいけないんですけどもね、もし皆さんがですね、本当の意味で真剣に真善美というものをですね、求めて常に上の方に語りかけていかれるならばですね、必ず上の方は答えてくださるということですね。その理由はですね、こんな私のような人間のところにもですね、来てくださったということです。そういう意味においてですね、その限りない驚くべき優しさというのはですね、まさにね、いわゆる聖歌の、いわゆるアメージング・グレイスとつながっていく部分ではないかと私は考えています。つまりその真剣さがない限り、私は、つまり面白半分、おかしら半分、面白半分、ね、ポピュリストになってですね、世間の注目を浴びようとか、というような目的でインチキの話をでっち上げて、そしてね、というような人のところには、上の方はおバカさんじゃありませんからね、お人よしじゃありませんから、やってくるはずもないということです。まあ、そういうことをね、私たちが逆に考えますと、それがですね、私たちが神に接する、まあ、一つの、まあ、道、富士山に登る道はたくさんありますけども、その富士山に登っていく道の人ではないかと考えています。ですから皆さんもね、私が話したこと、今ここで話したこと、今していることをヒントにね、どうか皆さんは皆さん自身で自分の道を見つけてですね、富士山の山頂を目指すようにその道を作りながら進んでいただければ私は嬉しいと思います。谷村新司さんもですね、まあ、真剣に、まあ、その、まあ、道を探して進んでおられたということですね。それに対して神はですね、あなたが真剣だったから、これから先は私があなたを導いてあげますよと言って、谷村新司さんに力を貸してくださったということではないでしょうか。で、最後にもう一言。真剣でなければなりません。真剣です。なぜなら、神自身もですね、人間に対するときは真剣勝負で臨んでるんですよ。ここを間違えちゃいけませんよ。神が人間に対して真剣なんですよ。その証拠がですね、
つまり例えばダヴィンチの残した作品、あれはダヴィンチは書いてませんけども、見ればわかるでしょう。一尾の一点も日の打ち所がないほど完璧なんですよ。それは世界に残る神々が残した遺跡を見ればわかるでしょう。全く完璧なんですよ。その完璧さの向こうに、つまりは神のですよ、人間の接し方への真剣さがあるということです。ナスカのラインにしても、その遺跡からのラインは全く狂いもなく重なるんですよ。真剣に神がそういう形で真剣さをですね示したがゆえにですね、そのそうした遺跡には神の真剣さが見えるということです。いい加減なもんじゃないんです。適当に線引っ張った、適当に絵を描いた、適当に遺跡を残した、適当にピラミッドを作ったというんじゃないんです。真剣に私たち人間に接してくださっているからこそ、そうした神の作品には真剣さが現れているわけです。例えば未完の大作と言われているね、ダヴィンチのですね、東方三箇所の礼拝とかね、あるいはそのセントジェロームの絵、あれ未完の大作と言われてます。未完の大作に見せかけた実は本物だったんですよ。それからミケランジェロもですね、マンチェスターの聖母であるとか、埋葬という絵なんかはですね、未完の部分があるから未完の大作なんて勝手に人間は位置づけてきますけども、それら4枚 はですね、少なくともですよ、神の作品なんですよ。つまりそうした未完に見せかけながら、その向こうで神はですね、重要な重要な重要なメッセージを私たちに投げかけているということです。未完の大作なんか神が書くわけないでしょう。そして神が書く作品は全て神に関したものです。例えばミケランジェロが彫ったと言われるダビデ像なるものはダビデなんかじゃないんです。ダビデ像に見せかけた12球図の最高神、すなわちアイオン、イオン、またの名をクロノスを表現したものだということですね。まあそういうふうに解釈していくということです。あるいはミケランジェロが彫ったモーゼ像もそうです。モーゼなる、いわゆるデミゴッド、半身半人の人間を彫ったもんじゃ、描いたもんじゃないんで、彫ったもんじゃないんです。あれは人間に、もっと言えば、モーゼに10回の板を、石板を渡している神自身の姿であったということです。まあ、ところがミケランジェロもダヴィンチもそうした事実がわからないものですから、自分自身の自己流の解釈によって適当な題名をつけたり説明したものですから、今は混乱を重ねているんです。ところが、そうではない神自身が人間に対して真剣に接しているということは、その真剣さがわかれば、それが裏を返していると、私たちが神に対する真摯な、まさに真摯な気持ちへとつながっていかねばならないという気持ち、いわゆる真剣さへとつながっていくということになります。ですから、いい加減な気持ちでね、その信仰しちゃいけない、もっとはっきり言えばいい加減な気持ちで祈って、そんなことが神に通じないと思っちゃダメですよ。そんなことしちゃダメですよ。その瞬間、あなたと神の関係、すなわち信頼関係は喪失し、神はあなたから去っていく。そして何度も言いますように、一度壊れた信頼関係というのは二度目がありませんから、後から改心して、ああ、そんな掃除ありませんでしたなんて言っちゃダメですよ。はい。私が2017年の11月に、私をほっといてくれと言ったことが、やっぱりそれが、神はそのまま受け止めてくれたと思います。その後、勉強会を通しても、こうしたこの部屋であられた、その、いわゆる、まあ、小型 UFO にしても、私自身は一度も見ていません。そういうことなんですね。私の言葉を、まあ、上の方はですね、真剣に受け止めてくださったということになるわけです。の代わり、勉強会に来てくださった方たちの目に留まるように、すでに50人以上の方の証言いただいてますように、光が飛び交う、あるいは窓の外をですね、小型 UFO が飛び交う、というような、それからの部屋の中をね、私の背後ですね、私、全然気がつかなかったんですけどもね、背後でそうしたものが飛び交うということが起きたわけです。それも結果的に考えてみますとですね、2017年のあの時にですね、もうほっといてくださいと言った私の言葉に応じてですね、そうしたことになったんではないかと思います。つまり神も私に対して真剣です。私も神に対して真剣です。その真剣さが分かったら、その信頼関係を作るのはどういうことかということも、皆さんには無も分かっていただけると思います。片や遊びや面白い半分や興味本分やね、娯楽、あるいはエンターテインメントして取り上げる問題では決してないということです。手をブラブラ振ったぐらいのことでね、あなたのところには絶対にやってきません。そんなおバカさんじゃないし、そんなお人としてはないということです。ということで、まあね、まあ、最後の部分は余計なことかもしれませんけども、そういう意味では、ある意味でね、怖い方だということになります。しかし、過去、私のね、この2016年からのもう7年目に入りましたけども、振り返ってみるとですね、本当に優しい方だと思います。カイン・ザ・クライスト。まさに私たち人間の最高神であり、
人間の頂点に立つ神、カインザ・クライストは本当に優しい方だと思います。それは信じて、あとは前にどうか皆さん自身の力と、つまりは、はい、真剣さで臨んでみてください。これが、まあ、2023年1月2日、皆さんに今この場でお伝えできる私の話ということになります。では今日のビデオであり、ここで失礼します。バイ。And felt so sad in the darkness. So I opened them again, but all I saw was a lonesome road running towards a wilderness. Oh, you stars of fate, destined to shatter us in pieces, just shine on me silently.I will be on my way with bluish white cheeks. I will be on my way. Farewell to you, the Pleiades. Every time I breathe, the cold wind whistles in my chest, but my heart keeps.Warm in the pursuit of my dream. Oh, you nameless sparkling stars, just end your lives brilliantly. I too will be on my way, following the voice of my heart. I too will be on my way.Farewell to you, the Pleiades. Oh, someday someone may go this road. Oh, someday someone may go this road. I will be on my way with bluish white cheeks. I will be on my way.Farewell to you, the Pleiades. I will be on my way. Farewell to you, the Pleiades.その彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のその夢の中、永遠の時の緩やかな心の鼓動、
優しくもぬくもりのあるあなたの声、ただひたすら私はそれに耳を傾ける。この研ぎ澄まされた宇宙のその一角、私は命を受け、この世界に生まれた。光と分子が織りなすこの世界に生まれた。地球というその名の大地の上に、その不可思議さ、その厳粛さ。満天の星々は地平線から輝き、その天空は視野を覆い尽くす。果てしない宇宙は底なしの海、不安と恐怖、そして孤独と絶望。自らの無力に私はただただおののく。私は懸命に命を燃やした。その心は恐れを知らぬ幼児のよう、はしゃぎ騒ぎ叫び、そして泣く。喜び悔やみ悲しみ、そして笑う。無我夢中で私は命を蹴散らした。私の前には光はなく、後ろにもない。星が瞬くより早く、時は流れる。その切なさに身を焦がし、思わず手を握る。時を止まれと、が時の流れは無常、そのまま指の間からこぼれ出る。神よ、私はあなたの声を聞いた。あの朝、私はあなたの声を聞いた。今行くよと、その優しさ、その気高さ、私はその声に震えて外に出た。ならば教えてほしい。私はなぜここに生まれたのか。私はなぜここに生きているのか。そして私はなぜ死ななければならないのか。なぜか、なぜか。遠くで誰かがこうささやく。いつもあなたのそばにいますよと。その声は母なる大地の声。響きは魂を揺さぶり、心を温かく包む。熱い涙で私は静かに頬を濡らす。もういいのよ、苦しまなくていいのよと。また遠くで誰かがこうささやく。私はその響きに身を委ねる。静かに潤んだ目を閉じる。体を緩め、心を休める。人間は生きてきたし、今も生きている。人間はこれからもずっとずっと生きていく。深淵のその彼方の時の果て、遠くに光る白い星、その星に向かって私はまた前に向かって歩き始める。